YTV アナウンサー向上委員会ギュー。今回のギューも先週に引き続き近畿大学出張スペシャル。マスメディア専攻の学生さん VS YTV 女子アナ向上委員会、ガチンコ特技対決を制するのはどっちだ。さあ、では一人目の挑戦者、中島さんでございます。中島さんの特技はこちらです。横浜スタジアムのウグイス嬢のモノマネ。ウグイス嬢、前やってたよね。そうなんですよ、私ちょっとロケで、オリックスの2軍のウグイス嬢のプロの方から教えていただきましたから。ちょっと待って、もうその段階ですでにレベルが違って彼女別に誰にも教わってないよね。はい。え、でも私も小1時間ぐらい。4月3日の横浜 DeNA 対読売ジャイアンツのスタメン発表のものまねをします。すいません、ちょい4月3日限定なんですよ。1番バン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 、ライト、トトトトトト、背番号555、やるね。すごいですね、エコーの感じが。じゃあ中谷に、はい、3番ライト、伊藤い。ちょっと待って、これね、なんだろう、ちょっとセクシー系、伊藤いっていう。最後にハートマーク、ちょっとね、中谷のアレンジは加わってると思います。やっぱりあの完成度の高さでね、中島さんの勝ちということで。いやー、さあ、続いての挑戦者は、はい、安島さんでございます。はい、安島さんの特技はこちらです。二重跳び。おっ、おー、きれいきれい、ほんとに。あー、リズムくれますね。なんか教科書に載ってる。笑ってごまかし方が半端ないな。でもなんかイメージ的には一回飛んだ感じ。いやいや、一回も止めてないんだけど。リズムがない。リズムがない、ね、最後は勝った方が3ポイントになります。イエーイ、ね、あのテレビ見てると分かりますけども、これが1万点だったり10万点だったりいろんな状況になりますけどね。対決してもらうのは田中さんでございます。静かに立ち上がって。田中さんの特技はこちらです。赤服をきれいに皿に盛り付ける。出身が三重県で、もう普段からよく赤服を食べてるんで、これは勝てないぞ。行ってみましょう。スタート。このヘラできっちりと枠取りをしながらあんこを剥がしてますね。そしてこちらはもう目についた赤服からそのまま乗せようという。早くもあんこが割れております。ちょっと中谷下手。下手よ。バカバカ割れてるじゃん。はい、そこまで。はい、はい、これ見た感じではですね、これといった差がよくわかりませんね。田中さんがなぜこれを得意として選んだのか。いつもに比べたらいい感じです。いつもこれより下手なの。お前、意外にしろよかったんだよ。シアナチームの勝ち。最低。どうでした。こんな風に喜べるんですよ。